麻雀遊戯王。麻雀遊戯総括。まあ、プロ雀士の方に相関図を書いてもらいまして、人間関係を見ることでより深くその方を知っていこうというコーナーでございます。こんにちは、イーピン君です。マリチューこと長澤まりのです。よろしくお願いします。そして今回相関図を書いていただくのは矢島徹プロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。矢島プロは尻なし浜クイズに引き続きの登場ということで、はい、ありがとうございます。そんな矢島プロですね、麻雀遊戯王自体はあまり登場回数が少ないので、うんうん、ちょっとご確認させていただいたんですが、はい、第19期ジャン王、第17期ジャン竜威、はい、第13回日本オープン優勝と日本プロ麻雀協会のビッグタイトル3冠を初めて成し遂げている。はい、全部取ってます。グランドスラムで王者してます、ね、だからもうここに今まで来たどの方よりもすごいジャン力いうふうに皆さん思っていただけたらいいということですね。ただ先ほどの、ね、クイズは最下位だったので、はい、やっぱりちょっと下筋縄じゃいかないところがありましたね。難しいですね、はい、麻雀より難しかったですね。圧倒的にやっぱ汁なし浜王だけはちょっとまだ遠かったと、はい、ちょっと4つ目のビッグタイトルそうです、ぜひ取っていただきたかったんですけど、2023年ぜひ挑戦していただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。でそんなですね、麻雀の実力をさることながら、あとはコスメ的な、うん、大変造形が深いと。美容男子、はい、美容男子と、はい、今もお肌ツヤツヤですからね、綺麗ですよね、本当に。もうバリバリ塗ってるんで。いやいやいや、でも全然浮いてないし、すごい肌馴染みのいいファンデーション使ってらっしゃいますね。やっぱりじゃあマリチさん気づくわけですね。わかりますよ。確かにその放送対局とかで男性でこうメイクをし慣れてない方とかは、顔と首から下の肌の色がちょっと違って違和感みたいな方も、ね、いらっしゃったり、女子もある、女子もするので、そういうのをさ自然にやっぱできてるっていうのは美容男子代表ということは、やはり相関図を書いていただいた時にみんなとは違う何か関係が出てくるんじゃないか、美容友が出てくるんじゃないかというのをちょっと聞いてみたいということで、今回矢島徹プロにですね相関図書いていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということで、まずはですね、矢島プロを真ん中に書いていただきまして、はい、そこからどんな方々と交流があるのかというのを今回視聴者の皆さんにご紹介いただきましょう。まずは矢島プロ真ん中に書いていただいて、美容友達っていきなりハードルが上がりましたね。そうです、まあ、美容友達はね、まあ、一角にいるかなっていう、まあ、他にもまだたくさんね、美容、はい、ジャン友の方がいるでしょうから、はいはい、美容友達怪しいな。とりあえず、まあ、大体みんな僕のことをヤジーって呼んでヤジー、はい、ヤジーで、はい、カンペをありがとうございます。しっかり考えてこられるよ。でまず、はい、麻雀の話からじゃあ。麻雀の話します。そりゃそうですよね、はい、プロ雀士の方ですから、はい、ライバルに行きます。あ、ライバル、いいですね、はい、1回目からライバル。ライバル、やっぱライバルって大事ですよね、うん、切磋琢磨できる。そうそう、ライバルは、はい、堀慎吾ですね。はい、堀慎吾、ね、と、はい、大吾さん、最高位戦の最高位戦の大吾さんがライバルです。なるほど、この2人をライバルと、はい、これはまたお強い2人をまたライバルとして、はい、矢島プロ自体も強い方ですから、やっぱこの3人が切磋琢磨してるっていう、ね、そうですね。堀はあのジャン王決定戦で、はい、僕はジャン王を取る前のジャン王だったね、はい、前回のジャンボ、そう、はい、前回のその時も、あの堀と最終ハンチャンまで争って、はい、負けてしまって、はい、翌年リベンジを果たすっていう形だったので、これはドラマのあるライバルですね、はい、すごい。しかも翌年も最終ハンチャンの、はい、あまでもつれたんですよ。へ、順位が上の方がジャンボだったので、なるほど、常に大きい大会で争ってるって感じ、はい、いや、これはすごい。だからライバルの関係の中でも一番こう熱くなれる感じしますね。はい、で、DAIGO さんも、まあ、同じように肩を並べて、はい、まあ、団体は違うんですけども、はい、もうあのお互い同時にジャン王と最高位になって、まあ、最強戦とか、はい、まあ、日本シリーズとか、はい、なんかいろんな大会でめちゃくちゃ当たるんですよ。はい、まあ、どっちか勝つんですけど、はい、まあ、勝った方がかなり上の方まで行くって感じで、2人ともすごい。いい感じで、しかもゲストとかもよく一緒になるの で、 そうなんです、ね、はい、いろいろ切磋琢磨してます、はい、なるほど。やっぱ大会で必ず顔合わせると、顔合わせますね。ジャン力に関してはもう実力白昼していると、はい、美容だけ圧勝、美容圧勝です、美容圧勝でもサウナ行ってるんで、はい、そこはちょっと僕はあんまサウナ行ってないんで、あ、なるほど、ちょっと、はい、サウナで僕は攻めてきてる。サウナです、サウナ人気ですからね。サウナで、ね、はい、お肌にいいですから、いいですからね、はい、ツヤツヤの堀さん出てくるかもしれない。堀には美容で圧勝の圧勝です。今のところ圧勝ですね。1ミリも僕に勝てない。ありがとうございます。じゃあライバル書いていただきました。さあ続いてはどんな関係を書いていただけるんでしょうか。はい、まあ、僕はあの勉強会をめちゃくちゃ主催してて、はい、もう弟子がすごいいるんですよ。うわ、弟子、はい、今まであんまり、ね、でお弟子さんがいるっていう方をね聞いたことがなかった。勉強会
矢島さんがしてる時に遭遇したことありましたね。ああ、そうです、はい、なるほど。あ、確かにマリチューさんもね、今教会に入られてますから、うん、教会の、ね、大先輩ですよ、ね、そうです。しかも通りがかりでちょっと教えてくれたりとかわぁ、なんかさすがの大先輩ですね。すごい、そのアドバイスがすごい良かったりするわけですよね。あ、そうです、そういうことか。でもやっぱ難しいですね、やっぱもうワンランクもツーランクも、なるほど、ちゃんとこうね、自分に消化するのに時間かかりそう、うん、まあ、弟子で一番有名人と、まあ、はい、椿さん、うん、あやなさん、椿あやなさん、本当に最近プロになられてた、なったんですけど、はい、5年ぐらい前から定期的にずっと麻雀を教えてるんですよ、はい、プロになる前から進行があって、でずっと教えてて、はい、で、まあ、うちの団体に入ってくれたので、はい、最近もずっと教えてます。なるほど、はい、でプライベートでもすごい仲いいんで、はい、よく LINE したり電話したりしてますね。これはちょっと美容友達のなんか可能性が出てきましたよ。美容の話したことないかも。ですか、椿さんなんか一番ね、美容のお話とかで、ね、しそうですけど、うん、なんか下からカメラでアングル撮られるとちょっと嫌だよねみたいな話はしますけど。あ、なるほど、なるほど、それはね、やっぱりね、それはでもみんなそうだと、なかなかメンズ同士だとそういう会話ないかも、うん、なるほど、そうですよ ね、 ね、師匠と弟子でその話できるなかなかない関係じゃないですか。でも一番有名な、まあ、お弟子さんの中で皆さんが知ってるのは椿さんかな。有名な人を、まあ、出したんですけど、まあ、本当に年に勉強会だけでもう 5,60 回ぐらいと開催してて、はい、開催されてる、はい、11,2 ぐらいのペースでやってるかなって感じ で、すごい、東京だけじゃなくて、まあ、大阪で勉強会とかやったりとか、はい、なるほど、ちゃんと地方に上がる、はい、地方でもやってるので、はい、継続的に教えてる人だったらもう100人とかであるもうくだらないかなって感じです、ね、じゃあお弟子さんだけで書いたらもうここ書ききれなくなっちゃう。これボード、ボードがあと4つぐらいする。そうです、弟子だけで埋まりきるわけです、署名みたいになっちゃう。そうですね、はい、じゃあもうここはしょうがない、ここはもう涙を飲んで椿さんだけちょっと代表で書いて、はい、1人だけということで、はい、他にもたくさんいらっしゃるよということで、ありがとうございます、はい、でここはちょっとライバル弟子と書いたら次はどんな方になるんですか、はい、次はまあ、はい、個人的に憧れの人がちょっと実はいまして、あんまり言ってない。なるほど、ここで滝沢プロ、はい、ね、滝こと滝沢プロがやはり憧れになるわけですね、滝沢プロは。いや、もうちょっとかっこよすぎちゃって、はい、男女とも見た目がすごいいい人が好きなんですけども、うんうんうん、ちょっともうあの別枠なんですね。レジェンドイケメン、もうずっと見てられるぐらい。なるほど、いいですね、これやっぱあれなんですね、うん、矢島プロは男性だろうと女性だろうとやっぱ綺麗なものは綺麗だってこう思えると、うん、ね、滝綺麗じゃない、めっちゃ綺麗です ね、いい年の重ね方をしてるなと思いますね、うんうん、あ、なるほど、年を得て渋みをちゃんと増してるという、うんうん、これはもう美容男子である矢島プロがこんなにまっすぐな目で言ってるってことさ。でも確かに誰が見てもかっこいいですよね。1時間ぐらい多分余裕で見てられる。いますね、さすがに向こうは目をそらすと思いますけども、うん、やっぱそれぐらい憧れ、ジャン力もあるし、もちろんだし、はい、もうなんか全て振る舞いとか、うん、もう性格とか、うん、この見た目で性格がいいとかもちょっとね、反則なんでね、本当にもう本当に火の打ちどころがないです。たまにね、お酒飲みすぎて失敗するぐらい。それぐらいですよ、本当、前世何してきたんだろうみたいな。会うことはね、やっぱそこまで多くはないんですけども、会うたびにもう絡みに行ってますね。あ、うん、話しかけてます。少しでもやっぱり、はい、滝沢プロにご接していこうという姿勢、はいはい、昔はあのプライベートで普通に麻雀の勉強とかセットとか、たまにやってたんですけども、最近あんまりないんで。なるほど、はい、いいですね、憧れ、ありがとうございます。はい、でも矢島さん、今こういうお話ししてる時の立ち姿とかも含めてやっぱり綺麗ですよね、うんうん、すごいスッとこう立ってる感じ、やっぱ先生としても美容男子としてもやっぱり姿勢がいいんだろうなってすごい今感じました。はい、それじゃあタッキーが僕のことを、はいはい、あの子供のママ友に似てるって言ってた。ね、それは、まあ、褒め言葉ですよね。ママ友に似てるってことも褒め言葉ですよ。はい、でも確かに矢島プロがお母さんってパッと出てきても一瞬信じる一瞬信じるぐらいの母性は今感じてます、うん、会うたびに最近言ってくる。勘違いしてる。そうですね、あ、もしかしたらそうですね、うん、学校のこと聞いてきたらいよいよだなって思ってます。ありがとうございます、はい、滝沢プロということで、これ結構他の人にはない相関図を今ね書いていただいてますね、はい、面白いです。はい、他にちょっと書けるか書きたい方、はい、どなたかいらっしゃったら全然書いていただきたいです、はい、まあ、ちょっとじゃあ恩師を、あ、恩師、恩師は本社は須田よしきプロって教会でいるんですけども、はい、ね、はい、僕はあの本2冊出してるんですけども、はい、文章力が壊滅的で、はい、あ、矢島プロは文章はご自身が苦手だと思うんですね。はい、もう苦手で、はい、一応編集を手伝ってもらうんですよね、両方とも、はい、この時にもうひどすぎると、あ、1ページ送るじゃないですか、はい、たら全部直して書いてくるんです。うわー究極なパペン先生がいた、はい、1行だけでも採用させたらもう嬉しいですね。なるほど、
あ、この一行直されてないみたいな。もうもはやゴーストライターなんじゃないかみたいな。全部 やってくれちゃう、はい、一応全部あの原案とかその文章、はい、最初の文章をまあ送ってで直したのが返ってくるんですけども、8割方変わってるんで、それを多分僕が出した本で、まあ、須田さん以外できないんですよ。麻雀の能力も高くなければできないので、うん、須田さんにはもう本当足向けて寝れないですね。なるほど、はい、難しいですよね。確かに矢島さんの麻雀に対する頭の中をちゃんと理解しないと文章を整えられないですもん。ただの構成じゃないんで、麻雀でのそのこれちょっと違ったりとか、こっちの方がいいよっていうのも全部直してくれたりとかするので、これはもう恩師、はい、確かに長生きしてほしいですね。そしたら年はあんないですなんで急に亡くなるの。確かその恩師っていうことに引っ張られてます。まあ、王子だとなんか70歳ぐらいのイメージがあるんで、多分ですけど、前に言ったら亀仙人ぐらいのイメージがあるんですよ。すごい人、そうそうすごいレジェンド、そうね。大丈夫、まだ長生きしますよ、ね、須田さんは。そんな王子です、多分。はい、はい、ありがとうございます。さあ、でもこれは今までこうライバル、弟子、憧れ、王子となると結構普通に遊ぶような皆さんがまだいらっしゃるって感じは、はい、そうですね、じゃあまあ友達ですね。友達、友達と麻雀結構かぶっちゃうんですよね、はい、勉強会やったりとか、なんかただ単に飲みに予定を空けて飲みに行くっていうのがほとんどなくて、で、まあ、セットやった後とか、まあ、勉強会やった後に、まあ、一緒にご飯行くみたいな感じが多いので、まあ、それも含めてってことで、はい、お願いします。はい、第一白鵬の連盟タイトルを取った浅井くんが多分一番合ってる機会が多いですね。勉強会も一緒に主催したり、セットも一緒にやってるので、はい、ご飯行ったりすることが一番多いですかね。なるほど、はい、であとちょっと皆さん全然知らない人なんですけど、はい、最近協会に入った、はい、分かります、はい、分かります。はじめくんっていう後輩の子が入ってるんですけども、はい、最近僕はあの投資始めてインデックス投資なんです。インデックス投資、はい、インデックス投資1年前ぐらいにちょうど始めたんですけども、はい、ちょうどはじめくんが、はい、あの投資にすごい詳しいで、いろいろ教わって麻雀を教える代わりに投資を教わるみたいな、ね、ウィンウィンの関係で、はい、向こうもすごい時間に余裕があるんで、投資で生きていけてる人なんで、いやすごいな。そうそうそう、なんでかなり頻繁に会って、まあ投資ちょっと10個ぐらいは下なんですけど、はい、もう友達みたいな感じでいつもよく会ってますね。しっかりした方ですね、はい、喫茶店で1時間ぐらい時間作っていろいろやってたりする、大事な作戦会議ですね。、はい、めちゃくちゃ一緒にいる時間が多いですね。でこれでお友達となるとこうやっぱこのお二方がメインと、ね、そうですね。ってなってくるとマレチューさんあれですね、やっぱ誰から美容を教わってるのかって、ね、確かに気になりますね。気になりますよね、これ美容関係とか、はい、あでも矢島さんが今まだ書いてない方もいらっしゃると思うので、ちょっとそこをまず書いていただいて、美容の、美容、はい、自分でやってるんですよね。あ、はい、そうなんですね。じゃあこれはもう独学で学んでるということですね。美容に関して基本独学ですね。誰かに聞いたりとかはしてない。あ、わかりました。美容いた、わかりました。いらっしゃいましたよ、美容。私もでも結構一人ですね、美容系は。美容のアカウント、ツイッターの裏アカ持ってて、はい、あの私ってわからないように美容の情報を収集したりとか、はい、発信したりとかしてます、はい。単純にすげえ暴露してますけど大丈夫ですか？探さないでください。さあ、ね、ここで急にメンタリスト大悟さん。これは、はい、あの知り合いとかなんでもないんですけど、はい、あの僕の美容のやっていることは全部メンタリスト大悟、僕先生って言ってるんですけど、メンタリスト大悟先生が番組でおっしゃってる内容を基本全部やってます。はい、あ、そうなんだ。大悟さんが YouTube、はい、YouTube だったり、まあ、独自の配信のプラットフォームだったりするので、はい、そっちの会員になってるんで、はい、それを見て実践して結果がこれになりました。じゃあすごいですね。ここありですね。はい、大悟さんのやっぱりとんでもない情報量じゃないですか。大悟さんのおっしゃってることは、うん、それをちゃんと実践されて美を手に入れてるっていう、これはちょっと皆さん耳寄りな情報が入ってきましたね。もう本当にあの美容だけじゃなくて全ての詳しいんですけども、美容もやっぱめちゃくちゃ詳しいので、これをでもためになるんでね、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、なるほど。これはちょっとあの相関的にはこう友達という関係ではないですけども、はい、やっぱりこう矢島さんの要素として欠かせないですね。そうですね、もうかなりの要素が含まれてるんで、僕らもぜひぜひちょっと気になる方はチェックしてみてくださいね。はい、マネージャーさんもすぐ裏垢の方でチェックしてると思います。そうですね、美容垢でね、美容垢の方で、うん、はい、さあではこんだけバッと書いていただきました。まだ書いてないよって方いらっしゃいますか？これで以上ですかね。なるほど、はい、ありがとうございます。なんて言うんでしょう、矢島さんは自分の中でこう補いたいものをちゃんといろんな人から補ってる感じがしますね。美容に関しては大悟さんですし、インデックスであるとか文章力であるとか、ね、自分にないものをちゃんと関係図で補ってるっていうのが非常に
よくわかります。そして形成されたのが、滝沢さんのママ友であるとママ友と間違えられるまでになりましたからね。そうですね、はいはい、滝沢さんのママ友になりたかったら大悟さん見ましょう。素晴らしい結論になりました。いやでもすごい楽しい相関図を見せていただきましたので、ちょっと視聴者の皆さん知らなかったこと多いと思いますので、これをね見て知った上でまた、ぜひ矢島プロのことを応援していただきたいと思います。はい、ということで矢島プロ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあこの動画が面白かった、あとはですねやっぱ矢島プロの立ち姿が本当に綺麗だなと思った方、ぜひチャンネル登録そしてお願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。